沖縄県立博物館、美術館の設置経緯。沖縄県立博物館、美術館の設置経緯。沖縄県立博物館、美術館の設置経緯では、沖縄県那覇市おもろ町にある複合文化施設、沖縄県立博物館、美術館の設置経緯について詳述する。当記事では、沖縄県那覇市市里にあった沖縄県立博物館の移転の経緯及び、 美術館併設施設の設立、開館までの一連の計画について記述する。施設に関しては、沖縄県立博物館、美術館を参照。那覇市首里にあった、県立博物館は1966年に建設が行われる応急化が進んでいた。そのため新館への移転計画が出され、1991年には、沖縄県立博物館基本構想が、策定。 1994年には沖縄県立博物館新館建設基本計画が作成された。なお、1991年の時点で那覇新都市にへの建設計画が一部浮上していた。沖縄における公立美術館の建設運動は1960年代に遡る。1961年に首里に移転したヨギの農業試験場跡地。 現在の予備公園に文化センターを建設し、その中に美術館を建設する計画が立てられた。実際に設置準備委員会のメンバーであった画家により、建設の設計図まで用意されたようだが、実際には建設は行われず、具体的な建設計画が検討されたのは1993年からで、ある。美術館建設の基本構想の策定にあたり、美術家、建築家、 県民からの意見が出され、それらをもとに県立の美術館についてのシンポジウムが催された。その結果、1995年に名称を沖縄県立現代美術館とする県立美術館の基本構想検討報告書が作成され、さらに独自の文化を持っているということから、県立であるが国立と同等の意味を持つ美術館として、 他の都道府県立美術館とは異なる位置にあることが望まれた。その後1996年に博物館新館と美術館を併設する形で基本設計が行われ、1999年に着工し、2000年に開館という目標を目指したが、総事業費が395億円という資産が発表され、バブル崩壊後の当時の県は財政難であり、 建設は困難であるということから、この計画は凍結された。その後、長らく凍結された建設計画は2002年に経費削減のため事業費を225億円に圧縮するという計画のもとで、本土復帰30周年記念事業として再開されることが決定した。そして2003年度に建物と博物館展示の実施設計を行い、 2004年度から2006年度にかけて建設工事を行い、2007年度に開館する計画を立てた。建物の建設計画自体は順調に進み、実際の開館も予定通り2007年に行われたが、管理運営に関する問題は長らく置き去りにされ2006年以降に問題となった工事図の美術館問題を参照。2006年5月以降、 十分な議論がないまま美術館運営に関する様々な重要事項が決定し問題となった。名称に関しては1995年の基本構想においては沖縄県立現代美術館という名称であった。しかし2006年5月には突如現代を省き、さらに博物館との兵器である沖縄県立博物館美術とする案が浮上し、 以後この名称で計画が進行することとなった。これに対し、一方的な変更に対する批判が起き、一部団体から公開質問状が提出された。県はこのことに対し、一つの美術館しかない、沖縄においては、現代という名称をつけることにより、他にも県立美術館があるかのような印象を与え、さらに博物館と美術館の両方を、 県民に分かりすいように命名する必要から、沖縄県立博物館、美術館としたと述べている。さらに同時に、館長は、博物館長、美術館長を兼任する一人を置く、管理運営方針が検討された。博物館や美術館などに関する法律には、博物館法があるが、その中において一つの施設に一人の館長を置くとっており、 館長を一人しか置かないことから博物館と美術館は別々の施設という扱いではなく、一つの施設としての扱いとなることになった。なお、博物館、美術館の専門家を、それぞれ副館長として二人置くこととしたが、専門館長でない場合、他の美術館などから展示品を借用する場合、信用が得られない場合が多くなる可能性が指摘さた。その後、 指定管理者制度の導入も検討された。沖縄においては、初の県立の美術館となることから他県における美術館運営の財団が存在しないため、指定管理者制度が導入された場合は、必然的に民間企業が指定管理者となる。そのため、採算性を重要視した運営が行われ、企画展の中止や観光客向けの企画展の開催など県民向けの 企画展の開催が行われなくなるなどの問題点が指摘された。しかし、同年12月の条例決定の県議会において、野党は県立現代美術館として独立させる修正案を出したが否決され、与党の博物館、美術館を複合施設とする案が成立し、県立博物館、美術館の設置及び管理に関する条例として可決された。これにより、 博物館、美術館を複合施設として設置することや、指定管理者が企画展を実施できることや入場料の基準などが定めされた。なお、この条例の可決により、県立美術館としての独立した施設としての開館はなくなり、1995年に策定された沖縄県立現代美術館としての基本計画は事実上消滅した。 2004年に起工式が行われた県立博物館、美術館は前述の通り様々な問題を抱えたが2003年に計画された通り2007年11月に開館。博物館機能に関しては2006年3月をもって沖縄県立博物館は休館となり展示品等を新館へと移動し翌2007年3月をもって閉館した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。